いろいろ質問も来てるんだけども、ちょっとね、 Facebook とか Twitter でもつぶやいたんですよ。あ、憲法記念日ありがとうございます。もうね、休むことしか考えてないね。はい、Twitter とか Facebook の方でも少し話したんですけれども、今日はホリエモンのですね、新刊我が闘争、すごいタイトルだよね。まあ、コメントでも流れている通りですね、ヒットラーのですね、なんかこう、有名な著作、マインカンプと同じタイトルですね、出してくるというですね。これをですね、徹底的に読み込むことによってですね、堀江貴文とは一体どういう人物なのかというジャーナリズム視点ではなくてですね、変な言い方だけども、僕らにとって何だろうって話をちょっとしてみたいと思うんだよね。僕らにとってっていうのは、つまり、ある人物が、例えばその、有吉弘行っていう人がいるじゃん。まあ、僕はまあ好きな、まあ、芸人さん、有吉弘行っていう芸人がいたら、それはウィキペディア的なデータ的なものとか、あとまあ、なんだろうな、まあいろいろ語られるものはあるんだけど、じゃあ自分らにとっては何なのかっていうのは別だよね。ある人にとっては、例えば、それはスーパーヒーローかもわかんないし、ある人にとってはあくまで面白い。芸人さんは分からない。ある人にとっては生き様を真似したい人かも分からない。でそういうような人っているよね。例えば、なんだろうな。松本人志、まあ、ダウンタウンっていうのは、そう、僕らにとってはやっぱり、面白い芸人さんであったり、でも多分30歳以下の人にしてみたら、昔面白かった芸人さんというふうに考えてるかも分からない。今はなんかテレビで他の芸人やってることを見たら、なんかやたら笑っているだけの人っていうふうに見えるかも分からないし、やっぱその40歳ぐらいより以上の人にしてみたら、松本人志ショックっていうのがね、すごく強かったから。なので、僕らにとってホリエモンというのはどういうふうなものか、この僕らっていうのもね、もうちょっと無理くりなくくりなわけだ。これ見てるのもいろいろな層っていうのがあるから。なのでですね、まあ、しょっぱなからですね、ちょっと、アンケートとかを取りながら話してみようかと思うんだけどね。で、今日ですね、そのホリエモン話を、しながらですね、まあ、多分これがね、何分かかるかわかんないんだよね。40分ぐらいか、下手したら60分ぐらいかかるかもわかんないので、まあ、そこまではいわゆるチラ見せっていうことで、無料でずっと話そうと思います。で、ホリエモンの話が終わって一段落して、はぁ、休憩、じゃああとはだらだらするなっていうことになったら、もう限定の方に行っちゃうのでですね、無料で見てる人はそこでさようならということになります。別に限定の方は特別な話をするということではなくてですね、20分で終わることもあるんですか。20分はね、ないと思う。マジでホリエモンそんなに尺取るの。有料でいいと思う。なんでそんなにみんなホリエモン嫌いか。いいや。で、今日はこの著作ですね。本を、のなんか内容を捉えながら話そうと思ってるんだけども、なんでかっていうとですね、こういうのですね、ホリエモン大嫌い。いろいろ興味がない。面白いな。バラバラ。後でね、ちょっとホリエモンに関してアンケートって好きか嫌いかっていうですね、なんか、ちょっと、興味ない方、3択のアンケート後で取るからですね、聞かせて、多分ね、この番組ね、今、ホリエモンとホリエモンスタッフめちゃくちゃ見てると思うから、絶対見てると思うから。うん、一応ね、なんかそこら辺でもアンケート見てね、なんか、いろいろ言ってくるんじゃないかなと思って、楽しみで。で、まあ今日は本を見ながら話するんだけども、本をの読み方もね、ちょっとね、話してみたいなと思うんだ。っていうのは、よく書評みたいなものとか書いてくれっていうのは言われるし、あとね、その、どんな本を読んできたのかっていうのを、まあ書いたり語ったりっていうのも、あるんだけども、ちょっとね、僕、本に関しては、読み方多分普通の人と、こう違うんだよね。特にこういう自伝本みたいなものって読み方があると思うんだよね。で、著作からこういう本からその人の人物を読むっていうのはある程度リスクがあるんだ。それは僕の本から僕の人物を読むというのもそうだし、例えばホリエモンからホリエモンの人物を読むというのもそうだし、勝間さんから勝間さんという人物を読むというのもそうなんだけども、ある種なんだろうな、読んだらそのまま信じちゃいいってもんでもないし、読むときにあらかじめなんかこのどうせこうだろうっていうふうに考えて、なんか読むのでもやっぱちょっとダメだ。ちょっとつまんないと思うんだ。なので、まあ、変な言い方かもわかんないけど、まあ、岡田斗司夫的な読書術みたいな話を、ちょっと大雑把な枠でしようと思うね。この話をするときにね、まあ、めんどくさいところから入るよ。もうここでね、多分冒頭5分かかるんだよ。もう今、8時6分なんだけど、ごめんな。めんどくさいところから入るんだけども、プラトンとソクラテスっていうですね、ギリシャ時代の、二大、哲学者というのかな。そこから話を、話しましょう。プラトンとソクラテスっていうのは、僕は時々話すんだけども、プラトンとソクラテスっていう哲学者がいるんだけども、
プラトンはソクラテスの弟子だったんだ。ソクラテスが先生ね、プラトンが弟子ね。で、ソクラテス、プラトンはものすごい有名なの。まあまあまあ。で、プラトンは大体ヨーロッパ哲学のもう本当に全ての源流と言われてるし、あらゆる哲学書っていうのはプラトンの脚注にしか過ぎないっていうふうに言われてるんだ。だからプラトン研究っていうのはもうすごい意味があるし、プラトンが言ったこと、大体あらゆる哲学書でプラトンがこう言ったことに対して足して足して足してくっついてるようなもんなんだけども、なんでそうなのかというと、プラトンってね、やたら著作が多かったんだよね。で、まあ、あの有名なですね、あのなんだろう、アトランティス大陸を書いたようなものからですね、あの国家論とかですね、いろんなものからとりあえずありとあらゆるジャンルのものを書いているので、西洋哲学っていうものの基本になっていると。でそれに対してね、ソクラテスっていうのは著作が一作もないんだよね。まあ、正確に言うとプラトンの著作の中に出てくるんだよ。ソクラテス先生こういうふうに言った、で俺はこういうふうに返したけど、あ、ソクラテス先生がこういうふうに言った、なるほどみたいなもので、延々やり取りはそのプラトンによって再現されてるんだけども、ソクラテスっていうのは一冊も本を書いてない。なんでかっていうと、その、実は脳内キャラ、いやそんなことはないよ脳内キャラじゃなくてちゃんと実在しました。でなんでかっていうと、ソクラテスっていうのは中学とか高校の倫理の教科書で習ったと思うんだけど、対話を重んじたんだよね。対話編って言って、つまり誰かと語り合うことによって自分の考えを出そうとしてた人なんだ。それがなんでじゃあ著作ないのかっていうと、ソクラテスは、まあ、あのギリシャ時代から本みたいなものはあったんだよ。でも、書籍とかそういうテキストに残ったものは、ソクラテスはね、死んだ言葉っていうふうに言ってたんだ。死んだ言葉として、なんだろうな、言葉だけが流通している、本人がいなくて言葉だけが流通しているっていうのが、そんなのおかしいよと。そうじゃなくて、どんな文脈で誰と話してるっていうのがすごく大事だろうと。でその時にどういうつもりで言ったのかとか、それも大事だろうと。で俺たちはいわゆる弁論術とかいろんなものを駆使して話すじゃん。でそういう声のトーンとかも全部残らないし、まあ、今で言えばじゃあ映像を残せばいいのかというと、多分ソクラテスはその映像も反対したと思うんだ。映像だったらそこになんかこう俺っていう人物が入ってない、俺が言った、ソクラテスが言ったのが大事であってっていう考えする人なんだよね。でそうで、面倒くさいやつは面倒くさいやつなんだ。でこれはね、ネット界特に2チャンネルとかの初期の時によく言われたんだけども、誰が言ったのかは問題ではない、問題は何を言ったかということだと。こういうのをテキスト主義、コンテクスト主義っていうふうに言うんだけども、いわゆるそうだろうな、 あることを言った時にそれが正論かどうかが大事であって、論理性とかさ、説得力とか証拠が大事であって、誰が言ったのかではないっていう。でだから、なんだろうな、どちらかというとプラトンっていうのはそういうコンテクスト主義に近いんだよね。つまり、自分の言葉がどういうふうに解釈されるのかというのは、それは文章力の問題であって、死んだ言葉であろうがどうであろうが、ちゃんと残っていくのが大事。そういうふうにしないと自分の考えというのは消えていってしまうっていうのがプラトンの考え方なんだ。でソクラテスっていうのは消えていっていいじゃないかと、自分が生きていた時代にしか自分の言葉っていうのがないのが当たり前だと、自分の考え、自分の人物と離れたところで自分の言葉だけが延々残っていく、その不気味さは何よって考え方なんだ。さてはて、まあ今日の話はそこから始まるんだけども、ここまで俺今のところどっちにも組みしない立場で説明したつもりなんだけども、話聞いてる皆さんはですね、このプラトン派かソクラテス派かってちょっとね選んでみてくれますか。二択で出してください。アンケート出します。はい、アンケートお願いします。はい、1、プラトン。プラトンは、内容であると。誰が言ったかではなく内容であると。ちゃんと内容っていうのを読んでくれ。誰が言ったのかというのを見ないでくれ。俺がどんな立場か、どんな人間か、ひもてかリアージュか、そんなこと関係ねえじゃんかって考え方。ソクラテスは、いやそうじゃないよと。言葉というのは誰が言ったかのかによって違うじゃんかという考え方ね。おい、じゃあ、まあどっちとも言えないという人は多いだろうけども、じゃあ言ってみようか。では、アンケートの結果出してください。結果出します。そんな大きい声じゃなくていいよ。お、拮抗してるね。はいはいはい。プラトン 51.3、そこらです 48.7。はい。すごい拮抗してる。面白いね。これ大体、なんだろうな。例えば大学とかの講義でやったりすると、プラトン派が多いんだよね。なんでかっていうと、立場が弱い人っていうのは、俺の立場を見るんではなくて、例えば自分が女だからこんな風に見られるんではなくて、内容を見てくれっていう風な人は、プラトン派なんだ。で、リア充な環境、例えば、会社とかそういうところで、マネージャークラスでの講演みたいなところで俺聞いたら、みんなソクラテス派になっていくというのか、面白い現象があるんだけど、今日は綺麗に2つに分かれた。では、今回のですね、本の読み方っていうのはですね、ソクラテス的に説明し、進めていこうと思う。つまり、本を読んで、プラトン的に彼はこんな風に言ってるっていうのをひたすらざーっと受け取っていって、で、あ、ホリエモンというのはこんなデータなんだ、こんな人物なんだというふうにデータ的に受け取るんではなくて、ホリエモンが喋ってることみたいに考えて、で、僕らはそれに対して、まあ、僕読んだからとりあえず突っ込み入れるってこともないんだけども、
なんだろうな、自分との対話のつもりでやっていこうと思う。そうでないと、なんかさ、本っていうのは誰が読んでも同じような感想になりやすいんだよね。つまり良い本だとか悪い本だ、つまらない、これどこ前にも書いたことがあるとかさ、それ誰でも書けるわけだよ。そういうふうにそのある本を批評するときの論理性とかさ、あとはなんかマーケティング性とか、マーケティングとかさ、どれぐらい売れたかとかさ、あとはなんだろうな、こういうところがあのホリエモン好きだから嫌いだからというふうに切っていくと、誰が語ってもあまりね、そのあの違いが、ね、出てこないんだよね。だから読書会って面白いように見えて、実は5人ぐらいで話したらもうね、同じような話が出てこない。そういうのを抜け出して本を読みながら、まあ最初に言ったように、これ岡田敏夫流の読書術でもあるんだけども、本を読みながら自分独自の考え方っていうのを出す方法として、対話的に読んでみるっていうのをやってみるね。で、ホリエモンの言葉は問いかけであって、自分の言葉っていうのを返すことで、この反復っていうのが読書を対話的にするということです。では対話的読書というのをやってみましょう。これね、面白いことにホリエモン自身はプラトン的な人間なんで、つまり彼ね、この本の中で言ってるんだけども、誰かに物を、学ぶのが大嫌いだと。なんかね、話を聞いてるみたいな軽いことしたくないんだって。そうじゃなくて、本を読ませてくれと、そいつが書いてるテキストを読ませてくれと、それ読んだら一発でわかるからと。だからなんか大学行った時、東京大学ホリエモン行ってたんだけども、東京大学行ってる時に家庭教師をするっていう仕事、バイトがあって、あとはまあ塾の講師ね、もう嫌で嫌でしょうがなかったんだって。で、嫌で嫌でしょうがなかったから、なんだろう、まあ、どうやっても手抜きの講師になっちゃって、あんまり行かなくなってしまったんだけど、それはホリエモン自体がプラトン的、つまりお前がどんな人間か関係ない、それよりは情報のデータを早くよこしてくれって言っちゃうような人なんだよ。まあ、これは彼自身の、まあ、なんかいいところでもあり悪いところでもある。いいところとしては物事が効率的に進む、悪いこととしてはその人を人物としてあまり見てないってことなんだ。ところがこの本の中では、例えばゼロもそうなんだけど、この本の中では自分自身に対してはすごくソクラテス的なんだよね。つまりこういう意味で言ったんじゃない、こういう思いがあったんだとか、自分の反省を語って、だからライブドア事件があった、だから近鉄の買収があった、だから日本放送の買収があったっていうふうに、自分自身に関してはすごくソクラテス的なんだよ。でこれはね、なんか面白いなと思うんだよね。だからずるいとか悪いとかそういうのではなくて、まあただのわがままというふうに今コメントで言うけど、ただのわがままなんだけども、誰しも僕らそうじゃない。だからさっき自分のことを、自分をプラトン派だと考えている人も、実は自分自身を分かってほしいときはソクラテス的に考えるでしょ。こんなそんなつもりで言ったんじゃないとかさ、なんか文脈見てとか、俺っていう人間が言ってるから、例えばモテたいっていうのは重みがあるんだとかいうふうについ考えるじゃん。でソクラテス派だって言ってる人も、他人のデータとかを見るときっていうのは、もういいよ、データだけよこしてよというふうに思っちゃうじゃん。そういうソクラテス的な部分とプラトン的な部分っていうのを混ざったところから、ちょっと今回始めてみようと思います。なんかね、面白い本だったよ、まあ、最初に言っとくんだけども、自伝なんだこれ。ホリエモンの早すぎる自伝って書いてるんだけど、であらゆる自伝には共通するパターンがあってさ、自伝っていう本はもうこれはもう誰が書いても同じになっちゃうんだけども、まず幼少期ね、最初で、2つ目満たされない何かっていうのを書くんだよ。できっかけを書いて、でチャレンジ書いて、で挫折書いて、で新たなる希望っていう、まあエピソード6みたいな感じで新たなる希望を書いて、それで終わるって、これがワンセットになってるので、ホリエモンのこの本で言うと、幼少期はまあ貧乏だわ、貧乏っていうよりもあるんだけどもね、とにかく親の仲が悪いの。これこう、ゴーストライターが構成したからでしょって、今コメント流れたんだけども、ねライターっていうのをね、使ってみたら分かるんだけどもね、ゴーストライターという人はいるよ。で、それとは別にライターさんという人がいる。で、この我が闘争というやつの奥付けを見たら、ちゃんと構成という人が出てるから、ゴーストライターっていうのは存在しないんだ。ちゃんとライターは名前出してるから、ゴーストはないんだ。で、そういう人に本を書いてもらうっていうのは、実はものすごい分量喋らなきゃいけないんだよね。で、人に教えるのが嫌いだったり、人から物を学ぶのが嫌いだったりするホリエモンは、そんなにね、ライター使いがうまいはずがないんだよ。いわゆるライターを使うっていうのは、人と話すときに自分の話を面白おかしく話す能力が必要であって、この人にはあまり向いてない。いや、で、全体の構成は多分、構成さんの人がやってくれてると思うんだけども、まあ、本人この中で書いてるように、かなりの部分を刑務所の中で鉛筆でガリ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 って書いてたそうなんだ。で、それが全部とは僕も思わないよ。まあ、もちろん喋って書いてもらったものとかもかなりあるだろうけども、全体のね、この温度感っていうのは、そんなにうまいゴーストライターがいたら、いわゆる音楽家のですね、あれで、ね、ゴーストライター問題と同じで、そんなにうまいやつがいたら世の中に出てくるよと。みんな矢沢永吉の成り上がりのゴーストライターが糸井重里と、もうみんな知ってるじゃん。
うまけりゃバレるんだよで、ゴーストライターとバレないのは本当にどうでもいいような芸人が例えば一発芸で出てきて、いやそんな事件ないけども、もし今ラッスンゴレライの 8.3 秒バズーカが急に自伝出して、でそれがあ面白くもないんだけどそこそこ読めるなと思ったら、俺これ 100% ゴーストライターだと思うんだけどもそんな 8.6 秒バズーカありがとう、 0.3 足りなかったねそんなにね、ゴーストライターっていうのは都合のいい存在ではないっていうことを覚えておいてくれ。俺なんかよくなんだろうな、ビートたけしが人のズラを見分ける方法が分かるとか、パッと見て、あ、ズラだ、被ってるっていうのが分かるっていうのと同じように、俺はね、多分俺に限らず、プロの物書きって、本人が書いてるか、ゴーストが書いてるか、編集がどれぐらい書いてるのかって、なんとなく見抜くことができるよね。著作が一作しかないような人だって難しいんだよ。まあ、それはもう本当に矢沢永吉みたいに、こんな喋れるような口調で書けるはずねえじゃんっていう場合は別なんだけど、でもね、著作が2作か3作以上あると、大体わかっちゃうよね。で、まあ、あらゆる時代にはこういうパターンがある。で、このパターンに、黄金パターンに持ってったのはひょっとしたら編集者の腕かもわかんないんだけども、堀山もやっぱこのパターンの中に入ってたさ。幼少期はとにかく、まあ貧乏であるというのもあるんだけども、ものすごい田舎に住んでいて、で、父親と母親の、ね、仲がめちゃくちゃ悪かったんだよ。で、今はもうその父親と母親は離婚してお互い会うこともないっていうことなんだけども、その、特に母親だよね。すごい怖い母親で、一回言い出したらもう自分の言ったことを絶対引っ込めないような、母親になったんだ。で、後半というか中盤出てくる大学時代、東京大学時代に付き合っていた彼女の話とか出てくるんだけど、その彼女もね、一回言い出したら聞かない人でっていうか出てくるから、なんかね、そんなにね、嫌で嫌でしょうがなかった母親と同じような女の人と結局付き合っちゃうんだなっていうのも、なんかこう面白かったです。で、幼少期はそういう怖い、なんだろうな、例えばもう全然スポーツとか したくないし、やりたくなかったんだけどさ、母親がいきなり、なんかお前は柔道に行けっていうふうに言ったので、6年間いやいや柔道に行ったっていうエピソードが出てくるんだけども、こういうことを無理やりやらされるぐらい、まあ、辛かったと。で、満たされない何かっていうのは九州の片田舎に住んでいて何もなくて、で頭だけは良かったんだ。小学校からの時から本当に勉強なんかせずに、教科書読んでるだけで試験で満点取れたと。で、そんな子供だったんだけども、なんかそっから先がない、本当にまあ、九州のいわゆる親が強いところに住んでるから、まあ、頑張って九州大学に行くかぐらいの将来しかないところで、周りの人間と仲良くしろと言われても、なんで仲良くしなきゃいけないのか分かんないっていうような状況で、どん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 満たされない、なんか田舎に住んでて俺はこのまま終わっちゃうのかみたいなものがずっとくすぶっていると。で、小学校の時にね、ホリエモンは、東京旅行するんだ、家族で。で、家族3人で、お父さんとお母さんと、仲悪いお父さんとお母さんと、あと3人で、東京行くと。でもすごい東京楽しみにしてたんだって。まずその頃九州にはなかった地下鉄に乗れると。地下鉄ってどんな乗り物だろうと。で、次に東京に行ったら高層ビルに行きたい、サンシャイン60の上まで登りたいっていうふうにずっと考えていて、やっと東京駅に着いたと。ところが東京駅に着いて、そこから丸の内線に乗って池袋に行くはずだったのが、お父さんもお母さんも田舎元で、東京駅っていうのはもう人がごった返してるから、どうしてもその地下鉄の丸の内線に乗れないと。知ってる人はわかると思うけど、東京駅から丸の内線の東京駅って結構遠いんだよね。で、その地下街通ってまっすぐ行くっていうのが分かんなかったから、結局お父さんとお母さんと3人で山手線に乗ってぐるぐる回っちゃったんだって。で、ぐるぐる回ってウグイス谷とかさ、日暮里の辺のもう本当に九州と変わんないような田園風景を見ながら、なんでこんなことになるんだ、なんで俺の両親は地下鉄も乗れないんだ、なんてみっともない恥ずかしいっていうふうに、小学校の時のホリエモン少年はうわーっと考えていて、で、ようやっと、なんだろうな、サンシャイン60に着いた時にはもう時間がないというふうに言われたから、とりあえず上の、なんだろう、展望台まで上がっていく。で、そこでビル街とかを見て、やっと東京に来た、東京だって思ってて、うわ、なんか、住んでるところにはビルなんかもうほとんどなくて、もう2階建てぐらいの家しかないのに、ビルだっていうふうに見てんのに、見たから帰ろうというふうに言われたと。ちょっと待てよと。俺の両親はこれを見てすごいと思わないのかと。両親ともに東京に来たことがないんだ、初めて東京に来てなんでこの風景を見て感動しないんだ、いつもの自分の世界と違うものを見て感動しないんだと思って、でももう早く帰ろうって、早く行こうって言って、で、急に母親が日光に行きたいってその場で言い出したんだよね。で、日光東照宮に行きたい、日光行って日光東照宮見たりしたいというふうに言い出す。そうするとお母さんっていうのも一回言い出したら引かない人だから、何が何でも日光行くって話になって、そこで時刻表とか見たらギリギリ間に合うんだって。
でギリギリ間に合うから行くということになって、 で日光に着いた時はもう夜遅くて、旅館でももうご飯終わってるから、とりあえずここで何か食べなきゃいけないということで、その場で何だろう、あの池袋の駅の構内にある駅そばを食べに行くって話だ。もうだから東京に来てさ、まだ何も食べてないんだよ。ホリエモンにしてみたらさ、生まれて初めの東京でずっともう一生に一回あるのかないのか分かんない時に、もう地下鉄にも乗れない、サンシャイン60も上に上がって一瞬見ただけでも親に帰ろうと言われる。で、あんなものを食べたい、こんなものを食べたいというふうに思ってたのに、急に駅の中の駅そば食べるだけでそのまま日光に行くというふうに言われて、ホリエモンはもうそこでバーッと涙が出て、なんでっていうふうに叫んじゃうんだった。で、なんでって叫んで、なんでこんなことするの、なんでこんなことするのって言ったら、そしたら両親の顔が急にしらってして無表情になって、あ、食わなくてもいいんだったら食わんでええよっていうふうに言われて、両親がスッとそばへ入っちゃった。で、ホリエモンはそこで外で待ってて、でそのまま両親出てきたら日光へ行って、もう夜お腹空いたんだけども、そのまま布団の中で寝て、翌日日光東照宮とかの観光してさ、で九州帰っちゃったんだって。で、そのエピソードがなんかね、この中で割と前半3分の1ぐらいのクライマックスなんだ。で、なんでこれを書かなきゃいけないのかっていうと、結局これはそのなんだろうな、ホリエモンっていうのはさ、貧乏とかさ、そういう状況が辛いんじゃなくて、大人になんかね、思い通りにされるのがすごく嫌なんだよね。で、大人の思い通りにされるのが嫌だというところから始まって、で大人の思い通りにされないように踏ん張ってきた結果、逮捕されてしまって、でライブドア事件で刑務所に放り込まれて自由を2年間奪われるっていうクライマックスにこうできてるんだよ。であんまりね、なんかこの本ってそういうふうに読めるようにはできてないんだ。なんだろうな、自伝風に書いてるからさ。でもストーリーとしては完全に、ある自由を奪われたことがトラウマの子供が、なんだろうな、東京に行けば自由になる、金を持てば自由になる、いろんな企業を買収すれば自分がやりたいことがどん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 増えていって、自由性が増えていくって話だったはずだったんだよ。でもそれが失われてしまうって話なんだ。あ、しまった、俺アンケート取るの忘れた。ここまで来てアンケート取ってもしょうがねえから、ちょっと飛ばすな。アンケート飛ばごめん、最初のアンケート飛ばすな。でね、このあと、かなりね、いや今親とは仲がいいのかな、いやいやそれがねあんまり良くないみたいな、もう両親ともに、離婚しちゃってるし、親ともあまり意思疎通ができない状態でっていうのは続いて、それはねなんかわかるんだよね。でその後もホリエモンっていうのは、まあ、東京大学に入るんだけども、東京大学に入るのもまあなんだろうな、完全に親からの脱出だよね。九州から逃げたい、親から逃げたい、そのためにはなんだろうな、普通に育ったら九州大学に行くしかないんだよ。そしたら親から逃げられないからさ、東京大学ぐらい言わないと親から逃げれない。で、と同時に、まあ、これがね、こいつの嫌なところでもあるんだけれども、東京大学ぐらいだったら勉強すれば入れるよ、ということで、半年間がっつり勉強して、なんか、夏休み前には東京大学 F 判定だったの。受験直前にはね、A 判定まで持っていて、A かな ?B だったかな判定まで持ってって、スポーンってなんか東京大学入っちゃったんだって。で、ところが、東京大学入ってからのホリエモンってさ、あんまりね、語られてないんだけども、まあ、ダメ大学生なんだよ。で最初に駒場寮っていうさ、俺も行ったことあるんだけど、 ものすごい汚い寮に入っちゃって、でそこで入った初日になんかね、他の寮生の先輩みたいな人に麻雀に来いっていうふうに言われて、その場で麻雀打たされると。で自分もそこそこ麻雀の自信があったから行ったら、もうコテンパンにやられて、悔しくて悔しくてしょうがなくって、もうそこでもう鬼みたいに麻雀した。で同時に競馬も始めた。で僕らホリエモンって言うと、大学在学中にベンチャー企業の社長になったからすごいやつって印象があるじゃん。もう全然そうじゃないんだよ。こいつね、自分で会社作ったのって大学5年生ぐらいの時で、なんか大学6に行ってないんだよな。本当に。卒業したのが奇跡みたいな状態で。で、なんだろう、その5年、4年目か5年目ぐらいに、ようやっともう俺真人間になろうって、ホリエモンがすごいね。ホリエモンが真人間に